仕事帰りのクワガタチェックってことで、ここへやってまいりました。元祖マムシ地帯だけど、すっきりしちゃってますね。あー楽しみ。さあどっちから、やっぱこっちから見ていってみましょうか。大丈夫かなって、あ見れないな、見れないねこれ。あどうだこっから。ピントが合わないし、ちょっと分かりにくいですね。入っていってみましょうか。お、なんかいるね。あれはなんだ。あ、スズメバチか。おお、スズメバチ結構いますね。上の方にはいないかな。よし、近づいてみましょう。ほんとマムシ注意ですからね。面白いツーショット、そこですよね。ズーム、真っ暗で分かんないねこれ。よいしょ、こっから。おお、はいね、スズメバチ。はい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 、ちょっと見させてね。ライト、あー何もいませんか。もうスズメバチばっかりじゃんか。よいしょ、下から。おお、カブトムシ、おら、この時期にしてカブット。関東の方はね、ノコもミヤマも出てたけど、あびっくり。おお、飽きた甲斐があったな、こりゃ。おお、ここも樹液出てますね。おお、やった。他はどうかな。わ、雨が目に入ったよ。あそこはどうだ。怪しい影はないですか。ないね。あえて、ブンブンちょっとうるせえよ。
と写真撮らせてね。あ、ここ見てなかったね、ここ。ここちょっと見てみるべ。一緒に見てみましょう。どうかな？ここ。何もいない。じゃあこのウロの中見えないね、この角度からじゃ。でしょうね。よいしょ、じゃあカブトムシちょっと写真撮って終わりにします。よっしゃー、ここへ来るとね、もう一本オクヌギ楽しみだったんですけど、伐採されましたからね。まあ今期はこの一本楽しみに通ってみようと思います。